韓国テニスの看板チョンヒョンがマルコ・チェッキナートに赤敗した。チョンヒョンは10日中国・上海で開かれた ATP ツアーマイナス1000シリーズ上海マスターズ男子シングルス2回戦でチェッキナートとフルセットの接戦の末に、1-2で逆転負けを期した。チョンヒョンは1回戦でポーランドのホベルト・ホルカ賞2-1で破ったが、この日、 逆転負けし大会を終えた。